チャオ、あっちゃんです。今日は9月の21日、金曜日、あっちゃん家の晩ご飯です。適度になんかいろいろ作っていきます。はい、できました。パリパリポテト、ノーマルと新作の2種類、それと、いろんなものが入ってるロシアン春巻きで、ミスジの牛カツ、ちょっと作りすぎちゃったかなと、今日もなめこ汁、あとなめこの、炒め物と、昨日のイカ、ヒイカの煮付け、いろいろとね作りました。はい、これ食べましょう。はい、ではできました。いただきます。あ、おいしい。あのね、それキノコ入れて、昨日の残りからキノコ抜いて言うと思った。これを塩で、とんかつは牛カツをまずね、トリュフソルトで、おいしいけど、真ん中の筋がやっぱ硬い。くどくかなかったもんね。ミスジカツうまっ。春巻き、焦げ春巻き、何が入ってんだよ。納豆でした。納豆おいしいな。どう、春巻き。どうかい、全体に塩でいく。この辺塩でいくな。おいしいね。いつものレギュラーパリパリポテト。いつもの。新しいバイオ、もちもちパリパリポテト。お餅が入ってんの。お餅とハッシュドポテトとチーズって感じ。コーンの代わりに持ちるの。コーン美味しいな。よいしょ。全体塩でいい。で、蒸し塩、はい。下の子はね、牛みすじの美味しいらしくて、がっつりいっとるわ。じゃあもう行こう。ミディアムレアでね、中まで熱が入ってて美味しい。昔ね、牛ヒレをカットにしたらパサパサパサついて美味しくなかったんだ。あこで串自分で揚げる店あるやん、
自分でこねこねってつけてあげて食べる。なんかね、牛ヒレって書いてあって取ってってんけど、トンホンが美味しかった。だから牛は合わへんのかなと思ったけど、ミスジね、なんか揚げすぎたよね、レアに揚げたら美味しいかもから、うん、パサつきなし。うん、トンとちょいで牛はね、外の表面さえ熱入ったら大丈夫ですからね。うん、美味しいな。春巻きだけでもなかったんだろうわ、持ってないもんね。うん、ほとんど賞味期限ギリギリなもんばっかり。なかったんだけど、これ食べへんの？ほうれん草と、うん、おいしい。バター効いて、ね、おいしい、うん、これぜひやってみてください、うん、ほうれん草となめこの炒め物、うん、醤油とバターで味付けたっけ。いや、醤油これね、うん、あれ、鰹節醤油かけたからやるけど、なんか普通の醤油でちょっと鰹節バッて振ってもいいしね、うん、美味しいよ。炒め物に使います。はい、お腹いっぱいになってきたな。食のもうちょっとパリポテ食べとくか。うん、お腹いっぱいやん。いいか。おお、昨日と違って味がすごい入ってる、おいしい。なめこ、なめこ、もちもちポテト、どう？一本食べとくか。お腹いっぱいだな、これ食べた。うん、残り欲しい、うん、これ美味しい。キノコのやついいよ、美味しい、めっちゃ、うん、あと春巻き作ろう。いろいろでね、チーズとトマトとバジル入れてもいい、ちょっとイタリアンに。上の子が今日朝食や、なんか中食べていいかな。やめこ、やめこの味噌汁。
よ。うまいかも。うん、春巻きね、皮ね、また使えるのよ。だから買おう。人生初春巻きを作ってみるけどね。なんか春巻きって作るの難しそうなイメージやってん。で、春巻きってあんまり食べへん。あんちゃん、いいイメージがないのよ。お惣菜で買ってて、うにゃうにゃの春巻きのイメージとか、あの、家で春巻き作ったことないから、うちお母ちゃんも、みっちゃんも春巻き作ったことがないよ。あ、作ったな。春巻きの皮を使って、春巻きじゃなくね、春巻きの皮を使って、あの、ポテトとチーズ入れたりとか、代わり種を作ってくれてんけど、それはパリパリやってん。でも、お母ちゃんは春巻きとか作らへんし、みっちゃんもノーマルの春巻き作らへんかったから、うん、だからノーマルな春巻きで食べたことないの、ね。ああ、そうや、あ、これ食べたな、中華屋さんのね、あれなんていうの、札幌ラーメン、薩摩っ子ラーメン、札幌ラーメンか、なんかのお店でお昼のランチ、お昼のランチ、まあお昼やからランチやけど、お昼の定食を取ったら春巻きがちょっと入ってんね、斜めに切られてるね。それでパリって食べたのは食べたことあるんだけど、ほんまにパリパリ春雨って食べたことない、春雨じゃん、春巻き食べたことないから、うん、揚げたてでパリッとしたら美味しいね。でもこうむにゃーってなんの、うん、あんまり濃い、きのこ尽くしの春巻き最高、うん、また作ります、うん、結構残ったね。まあいいわ。お腹がいっぱいでちょっとしんどいかも。春巻きとパリポテで衛生マルシェな感じ。なんかさ、マイクに音出す癖ついて、口開いて食べる癖ついてしまうんだ。直さなあかんね。ちょっと衛生マルシェ。これちょっとうなやな。いや、声出してまた。無理にね、それ自然音の方がいいって言ってくれる人もいてるしね。でも自然に食べたらなんかくちゃくちゃなりそうな感じがして、あえて口をちょっと半開きにしてくちゃってならないようにこもらすの方がいいかなと思って、いろいろね試してみる。ついつい食べとる時に癖でやってまう。もちもちポテトは中をもちやからしっとりして、パリっていうかしっとりしてる、うん、うん、ありがとう。何この味噌汁を
店も美味しいわ。はい、ということで、だね、おとついぶりにまだ揚げ物してんけどね、うん、食材を履くためには仕方ないんです。パリパリポテトね、冷凍してもよかったけど冷凍庫も入らへんね今、うん、どんなん買いだめしてあるから、だから、うん、まあ、今日はこれが美味しかったな。ほうれん草の、これ食べたよ、ほうれん草のやつ、これめっちゃ美味しいで、これやばいで、ほうれん草とナメコの炒め物めっちゃ美味しいね、これやばい、これだけでご飯いっぱいいけるわ、美味しいやろ、ナメコほんまいけるいける、炒めてください、ぜひ。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりしたいと思います。ごちそうさま、美味しかったです。あっちゃん家ただいま29度、湿度 80% 超え、超不快なお部屋でございます。そんな日に揚げ物をしてしまいました。あ、しんどいけどちょっとゆっくりしてライブしよう。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃん家の晩ご飯、ちょっと作りすぎちゃったかな、揚げ物特集、きのこ尽くし、なめこの炒め物、なめこのきのこの春巻き、よかったよと思ってくれたら高評価を、あ、新しいパリパリもっちりパリパリポテト、めちゃくちゃ美味しかったね。あ、これレビューしようかな、かね、中お餅が入っててね、コーンの代わりにお餅とか、ほぼ お芋さん、ハッシュドポテトにチーズが入ってコーンが入ったんだけどもね、普通のそれのコーンない代わりにお餅が入ってて、ポテトとそのお餅のもちもち感とでね、ちょっとね、なんかんって感じ、不思議な感じがしたけども、あっちゃん的には前の方が好きかもわからない、コーン入りの方がね、うん、お餅がねちょっとマイルドになるっていうか、口の中で重たすぎるかとは思うねんけども、まあありっちゃあり、これだけで食べて別に比べへんかったらいいかもわからへんけど、餅入ってんのもありはありやねん、美味しいねんで、ね、美味しいんだけどちょっとねご飯に食べるには重いかな。でも今いろんなもの作ったからかもわからん、メインでもパリパリポテトだけでもいいかも、ちょっとでもな、お肉がないのが足らんかなやけど、まあサイドメニューでね一人1個2個とかにはありかもわからへん、うん、で、まあよかったらパリパリポテトの新しいのダブルパリパリ もちパリかな、そんな名前のやつでした。はい、黄色いパッケージです、レギュラーは緑のパッケージです、でよかったら食べてみてください、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯よかったやと思ってくれたら高評価をで、応援コメントとかね、いろんなコメントとくれたら嬉しいです。でチャンネル登録してこれから見てくれたらめっちゃ嬉しい、よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。